にありがとうございます。この後行われます本日の第2試合、第55回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会1回戦、関西大学第一高等学校カイザース対海洋中等教育学校ブルーストームスの試合は、この後2時30分14時30分キックオフで行われます。試合開始に先立ちまして、両チームのスターティングメンバーをご紹介します。はじめにメインスタンド側、本日黒のユニフォーム関西大学第一高校カイザース、オフェンスチーム、オフェンスライン52番丸山陽平3年生、オフェンスライン54番武田彩太3年生、オフェンスライン50番戸井葵3年生、オフェンスライン79番西原聡3年生、オフェンスライン72番岡本光輝2年生、タイトエンド40番熊田陽3年生、クォーターバック2番三島優太3年生、ライティングバック21番デニズ智樹2年生、ワイドレシーバー6番谷中雅樹3年生。アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年11月3日、場所は滋賀県彦根にあります平和堂ハトスタジアムで、2024高校アメリカンフットボール秋季選手権関西大会の1回戦、関西大学第一高等学校カイザーズ対海洋中等教育学校ブルーストームズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時30分キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして、両チーム現在フィールド内でウォームアップに勤しみ、その試合の時を今かと待ち構えている状況に至っております。ディフェンスバック14番辻野葵2年生、本日の、平和堂ハトスタジアム、昨日の悪天まるで嘘であるかのように素晴らしい好天に恵まれました。気温も若干涼やかでもあり、しかし日差し柔らかなアメリカンフットボールにふさわしい天候となっております。その中、互い の, その更新、クリスマスボールへ進まんというその一戦目に挑まんとする両友、現在フィールド内でそのプレーに勤しんでいるところにあります。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず現在フィールド向かって左側で、人数広げながら練習ウォームアップに勤しんでおりますのが、大阪4位通過となりました関西大学第一高等学校カイザーズです。名門関西大学のその配下校であり、そして多くの卒業生がやはり関西大学そして X リーグの活躍しております名門チームです。しかしこの、秋のシーズンは、強豪勢ひしめく大阪府大会非常に苦しみまして4位通過、そして、先週ですが、その最後の一枠を争いまして、京都2位でありました京都陵陽高校と戦いをし、そしてそれに勝ち上がりましてようやくの形でこの関西大会に出場を決めました。
前節ありましたその決定戦まで幕開ほとんどないという状況が若干の懸念はありますが、しかし名門校ここで、その名を豊岡戦と現在その、体を温めウォームアップに勤しんでおります。そしてこれに対する格好で応じますのが東海地区を代表する形で選出してまいりました海洋中等教育学校の、ブルーストームズです。学園法人海洋学園の一環にありまして中高一貫教育に専従する形の全寮制の高校として数多くの鈴鹿オリンピックと新鋭エガドルそのオリンピック大会でその卒業生を輩出しております名門そして英才教育の学校でありますがその一環として行われておりますアメリカンフットボールで今大会この関西大会出場を決める形に至りました。近年東海地区は南山高校が非常に躍進著しいところにありますがこの秋のシーズンはそれを倒しました格好で東海地区の代表としてこの関西大会に進んできております。人数は少ないですがしかし少数精鋭でしょうか非常にどのような形でこの試合戦いを行うのか非常に注目の海洋学園の今回の1試合目という形になります。この東海地区から進み出ましたチームとそして大阪激戦区を勝ち抜いてきました名門校の一戦という形でこの1回戦は取り行われる形になります。その試合に先立ちまして両チームの代表の方々にこの試合に対する意気込みをインタビューをお答えいただきました。今からそちらの方をご覧いただきたいと思いますのでそちらの方をご視聴いただければと思います。ディフェンスバック19番中山1年生神田一高カイザーズどういったチームですか。今年度の神田一高カイザーズは3年生が主体となって先頭に立ち士気を上げて下級生を引っ張り日本一に貢献できるように頑張っています。今日の試合に対しての抱負をお願いいたします。まず自分がビッグプレーを起こしてチームに流れを引き寄せ日本チームが勝利に導いてチームを勝利に導けるように頑張りたいと思います。期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。自己紹介をお願いいたします。はい、海洋中等教育学校ブルーストームの監督をしております岩田です。海洋 中等教育学校ブルーストームどういったチームでしょうか。はい、登録人数が12名ということで大変少ないんですけれども幸い中学校の時からタッチフットボールでになっています。今日の試合についての抱負をお願いいたします。はい、まず、タックルとブロックで負けないこと、それから、高校のチームになって初めて、大阪の強豪チームと対戦することになりましたので、気持ちの面で絶対に負けないように指導してもらいました。期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。両チームの代表選手に、代表の方々に、この試合にかける意気込み、そして両チームのアピールをしていただきました。急な申し出でしたが、応じていただきまして、両チームありがとうございました。さあ、それぞれにそのこの大会にかける思い馳せましたこの両友が、まもなく対する形になります。戦前の予想という形で言いますと、そちらの方は残念ながらパーニーのように調査をしておりませんので、その総数は把握しておりませんが、単純に考えますと、この関西大会の常連の一角にあります関西大学第一高等学校が若干優位な感覚は受けております。人数的にも揃っている点、やはりこれは本場、日本でいうところの本場にあります。大阪にあります高校らしく、アメリカンフットボールにふさわしい陣を整っているという感は見受けられます。しかし海洋中等教育も先ほどの監督様のお話ありました通りに中高一貫教育のしかも全寮制ということにありまして中学校の当時からアメリカンフットボールタッチフットやフラッグフットに勤しんできた選手たちが揃っている点におきましては他の名門校と比べましてもその経験において必ずしも見劣らないというふうにも感じ受けます。
アメリカンフットボールのフルコンタクトで行うのが高校からということもありまして、この点に若干の懸念を監督は抱かれているようですが、少なからずともアメリカンフットボールに増資深いという点においては注目のチームといったところになるでしょう。何よりも東海地区、近年非常に躍進著しい南山高校に変わってきているという点においても、私個人は非常に注目したい一戦でもあります。この試合に先立ちまして、XE の方で作成されましたアメリカンフットボールをご紹介する1分強の動画がございます。まずこちらの方をご覧いただき、アメリカンフットボールの簡単なおさらいをしていただければと思いますので、ご視聴ください。ボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード横53ヤード得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点、タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12 分の試合時間、試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、 X3 リーグにご注目ください。お待たせいたしました。これより本日の第2試合、さあ審判団フィールドに進めまして、両チームを招き入れ、これより試合開始の時を告げます。両チームフィールドの中で成立しまして、これより試合開始となります。海洋中等教育学校ブルーストームの試合を行います。これよりフィールドに来まして、セレモニーが行います。令和6年11月3日、場所は滋賀彦根にあります平和堂鳩スタジアムにて、2024高校アメリカンフットボール秋季選手権関西大会1回戦、関西大学第一高等学校カイザーズ対海洋学園海洋中等教育 学校ブルーストームの一戦がまもなく行われます。試合開始14時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手間返りになりますのが、本日はホームチームという扱いになります。大阪4位通過の関西大学第一高等学校カイザーズです。奥側に陣取りますのがアウェーという形になります海洋学園海洋中等教育学校ブルーストームです。以降関大一高、海洋学園というふうに呼称させていただきたいと思います。神田一高キックオフ、海洋学園リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター8分の静止形で行います。コイトス陣は海洋中等教育学校が前半のレシーブを選択、前半戦は関西大学第一高校のキックオフで試合が行われます。
チーム陣構えしまして、これより試合開始となります。まず試合は神田一高のキックオフで始まる形になります。キックオフします。キックオフキッカーは神田一高、80番をつけました坂本が務めます。2年生がキックオフいたします。さあ対しまして、海洋学園はリターナーに10番と8番でしょうか、配置した模様です。10番は野口、1年生です。さあ海洋学園2ターンに入ります。これはいいターンになりました。一旦はカバーチーム殺到する中、それをすり抜けるように自陣402ヤード付近を確保し、この位置から海洋学園の攻撃となります。見事な2ターンを展開しましたのは海洋学園、10番の野口です。1年生です。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは海洋学園、自陣36ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず最初のプレー、トラブルがありました。センターからボールを出す際にボールを、クォーターバック落としまして、ファンブルする状態になりました。なんとかそれは確保しましたが、結果的にその倒された地点5ヤード下がる形になりまして、セカンドダウンやり直しという形になります。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃の1回となりますので、倒れた位置が後ろですとロスという形になります。アメリカンフットボールは前進のゲイン、交代をロスと表現します。さあ海洋学園下がりましたが、セカンドダウン15で2回目の攻撃に入ります。チャット欄メッセージありがとうございます。両様、岸ガンバというメッセージありがとうございます。さあここでランプレーを投入しました。後方にいましたランニングバックにハンドオフし、右オフタックル付近、タックル最も大きな選手の外側を掴むという形でパワープレーに出ましたが、しかしこれはカイザーズ許さず、ゲインはほとんどなくサードダウンに変わります。ディフェンスバック80番坂本龍馬がタックル同点に抑えています。さあ海洋学園サードダウン15の状況を果たして突破できるでしょうか。3回目の攻撃に入ります。さあ今度はランニングバックにトスし、左オープンを作りました。ディフェンスが、オフェンス選手を減らし、その空いた隙間を掴むという形でそのランを展開しようとしましたが、ゲインは2ヤードほどにとどまりまして、フォースダウンに変わります。タックルしましたのは神田一高6番の谷中でした。3年生です。海洋学園フォースダウンロングの状況、フォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしそれにより攻撃は放棄という形に変わります。さあ神田一高リターンに入る。このリターンは海洋学園カバーしまして、神田一高陣45ヤード付近で攻撃権変わりまして、攻守交代、攻撃権は移りまして、関西神田一高に攻撃権移ります。まず海洋学園の攻撃、最初のシリーズはフォースアンドアウト、3回で、結果的に4回で攻撃を終了する形になりました。さあしのぎまして、今度は攻撃は神田一高に移ります。神田一高自陣45ヤードからのファーストダウン10、同じく1回目の攻撃になります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。関西大学第一高校ファーストダウン10。さあまず最初に外に振ります。ランニングバックに、スイングパスを通しまして、そこからランニングバックにキャッチアンドラン取った後に走らせるランオフターキャッチを図りました。
これによりましてブロッカーの力がありまして約8ヤードの原因となっております。さあまず最初のプレー前進になりまして、神田一高セカンドオン2に状況があります。2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離2ヤード。さあパス取り出して攻撃権更新です。パス成功、ファースター。今度は再び外へ振りました。今度は左側にあらかじめいた7番にパス、ピッチパス、短いパスを通し、そこからキャッチアンドランを図りました。これが決まりまして攻撃権更新になっております。見事攻撃権更新、神田一高ファースター。その攻撃権更新果たしましたのは冒頭インタビュー答えてもらいました7番の津田でした。3年生です。さあ相手陣39ヤードからの神田一高ファースターンテン。パスが通った神田一高ファースター。続け側に7番にパスを投じました。今度は奥に走り込み内側に切ったところにパスを投じ、見事これが通りまして攻撃権更新です。神田一高ファースター。このシリーズ7番の津田が躍動しています。3年生素晴らしいプレーを披露しています。さあ神田一高は相手陣25ヤードの位置に入りましてのファースターアンテン。さあ今度はクォーターバックが走りました。パスを続けんという状況を、しかしクォーターバックパスディフェンスのカバーよしと判断し、ここはスクランブル緊急発進のランプレーと変えました。この判断よく、約3ヤードの原因となっております。鮮やかな攻撃を展開しているのはクォーターバック2番の三品です。3年生のプレイヤーが鮮やかな攻撃を展開しています。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその日の天候および両チームの状態を鑑みまして、審判団事前協議の上でクォーターの半分でタイムアウト、レフリータイムアウトを入れることがございます。本日はおそらく人数面などを考慮しまして、クォーターの半分でウォーターブレイクを入れる模様です。チャット内のメッセージありがとうございます。両様続けざまに太田頑張りのメッセージありがとうございます。東村様ブータ頑張り、おそらくこれらも各選手たちへの応援メッセージと思います。ぜひ忌憚なくこれからも選手たちへの激励のメッセージをお願いしたいと思います。ただ1点だけお願いがございます。両チームに対する敬意あるメッセージをお願いしたいと思います。さあレフィータイムアウトを解けまして試合再開、神田一高セカンドダウンセブンで試合再開となります。これはナイスタックル。今度はランニングバック5番に、フレアパスを通しまして、そこからキャッチアンドラン取ってから走らせんという形で選択しましたが、ここで見事にタックルをしました海洋学園。素晴らしいソロタックルでこのプレーを阻止しサードダウンに変えております。番号が確認できず誠に申し訳ございませんが、素晴らしいディフェンスを披露しました。冒頭監督が言われていた通り、そのブロックタックルも素晴らしいものを見せています。海洋学院のディフェンス披露しています。サードダウン5の状況、神田一高どのようなプレーを行使するか。さあここでスクランブルを投じました。むしろ QB ドロー決め打ちの形でパスに向かって中央へのランを投入。この判断よくランニングバック、クォーターバック2番が攻撃権更新を果たしました。神田一高ファースター。この状況を2番の三品自らの足で突破しまして、攻撃権をリセットしファースターに変えております。さあ神田一高相手陣13ヤードに入りましてのファースターアンテン。さあ今度は中央に行った。ランニングバック21番ハンドオフから2周点に突入。オフェンスへの素晴らしいブロックで一気に中央をねじ込みまして、約9ヤードのゲインを果たしております。力強いランでまず大きな前進を果たしたのは神田一高のランニングバック21番のデミズです。2年生のプレイヤーです。
オンライン場では、さあ神田一高はセカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣4ヤードの攻撃に入ります。エンドゾーンまで4ヤード、攻撃権更新まで1ヤードの絶好のポジション。ここでクォーターバックにはプレーアクション、ハンドオフをフェイクしまして自らキープを選択しました。この判断が構想しまして右オープンに展開、一気に無人の攻撃をかけるようにエンドゾーンに入り込んでタッチダウンです。神田一高クォーターバック2番の鮮やかなランによりまして先制となります。タッチダウンを上げ6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加。神田一高タイザーズ7点、海洋学園ブルーストーム0点。まず神田一高が見事な乱攻撃によりまして立ち上がり上げる形に成功いたしております。見事なフェイクが決まりました。全くディフェンスがいない状況を作り出しまして2番見事なラン、フェイクランによりましてそのままエンドゾーン書き込んで立ち上がり先制を果たしております。さあその得点を挙げました神田一高のキックオフで試合再開となります。海洋学園としてはこの攻撃シリーズでその状況を打開する得点を狙わんというところ、まずこのキックオフリターンに注目しましょう。さあ海洋学園リターンに入る、右サイドライン際を駆け上がらんとするところ、しかし神田一高がカバーしておりまして、海洋学園は自陣25ヤードからの攻撃という形になります。しかしここから海洋学園の反撃に入ります。アメリカンフットボール得点パターンは大きく分けますと2通りです。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンの中に倒される自殺点セーフティーの2点です。アメリカンフットボールはこの結果得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によりまして決着がつけられる形になっています。さあ海洋学園自陣25ヤードからのファースト3点、まず最初のプレークォーターバック自ら行きました。まずはクォーターバック、その総力で状況打開を図る一つ目の鎖を打った格好になっています。ゲインは約3ヤード、その体を使い体育を生かしました中央突破でまず前進しましたのはクォーターバック5番の前田です。2年生のクォーターバックです。海洋学園セカンダウン8の状況になっています。ボールオンは自陣27ヤード、パス不成功。今度は左側駆け上がりましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、これはレシーバーとのコミュニケーション合わずパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして海洋学園は3回目の攻撃サードダウンに変わります。海洋学園サードダウン8、ここでイエローフラッグが投じられました。反則発生です。審判団から黄色いウエス投じられますとイエローフラッグ反則発生を意味します。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オールスターオールスター海洋学園5ヤードペナルティーダウンはサードダウンのままです。オフェンスの反則です。オールススタート不正なスタートを切りました。オフェンスチームプレーが始まる時の1秒間特定の選手以外は静止していなければいけません。先ほどはフライングする形で乱れました。これにより5ヤード抜体となりましてサードダウンやり直しとなります。さあサードダウン13の状況ですが、さあこの3回目の攻撃で突破になるでしょうか。海洋学園
自陣22ヤードからのサーダウン15、失礼しました、サーダウン13です。さあここで中央にランプレーを投入しました。あえてこの距離を地上戦でトップハカランとキャリア24番にボールを託しましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません、4回目の攻撃フォースダウンに変わります。キャリア24番は鈴木でした、2年生です。海洋学園ファースダウン獲得まで17近く、フォースダウン内フォーメーションを取ります。ここでホイッスル。第1クォーター終了。ここで第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終わりまして、神田一高7点、海洋学園0点、攻守方向を入れ替え第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。バスケット同様、それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序盤戦、神田一高がまず先制のタッチダウンを上げる形で均衡を破った格好になっております。海洋学園としてはなんとか反撃に移らんと現在攻撃を展開しておりますが、その状況フォースダウンに変わっております。この状況で双方その向きを変えまして第2クォーターに移ります。これより攻守陣地を入れ替えまして、試合は第2クォーターに入ります。第2クォーター、第1クォーターのプレーの続きで行われますので、攻撃権はそのまま海洋学園。自陣26ヤードからフォースダウンの攻撃で、第2クォーター始まります。さあこれより第2クォーターに入ります。海洋学園フォースダウン9。ここでトラブルが発生、センターからのスナップが大きく後逸する形になりました。パンターなんとかこれを確保しケランとしましたが、そこに神田一高陣のディフェンス佐藤、結果的には海洋学園陣、海洋学園の自陣8ヤード付近でボールは抑えられまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバーになりまして、神田一高相手陣8ヤードからの攻撃と変わります。ディフェンスライン90番内木優斗がタックル。さあ神田一高はかなり有利な位置からの攻撃になります。相手陣8ヤードからのファーストダウン2ゴー、4回の攻撃圏でこの8ヤード突破しエンドゾーンを狙います。海洋学園これを阻止できるか。さあどうか、タッチダウン。ここでカイザーズは一発でタッチダウンすることに成功いたしました。右に展開していたワイドレシーバー6番にパス、それを6番キャッチしタックルを受けましたが、これを弾き飛ばしそのままエンドゾーンに体をねじ込んでタッチダウン。神田一高鮮やかなパス攻撃により6点追加となっております。そしてトライ4ポイントに入ります。まして1点追加、関西大学第一高等学校14点となっております。
まさに相手の動揺するその一瞬の隙を鮮やかな攻撃によって一発で決めた格好になっています。右に展開していく6番にパスを通し、その6番がタックルをすかさず受けながらこれを弾き返す形でエンドゾーンに飛び込んで見事タッチダウンになっております。素晴らしいパフォーマンスでタッチダウンを上げましたのは神田一高6番の谷中でした。3年生です。さあ着々とタッチダウン重ねた神田一高がキックオフしまして試合再開となります。海洋学園としては何とか突破口を見出したいこのシリーズとなります。さあ低いキックを蹴った。さあ海洋学園リターンに入ります。しかしそこにただ入りまして、結果海洋学園陣リリン24ヤード付近からの攻撃という形に変わります。大きなリターンを避けるためか、あえて低いキックを神田一高は行っている模様です。さあ海洋学園はこの状況を打開できるでしょうか。ボールオン自陣24ヤードから海洋学園ファーストダウン10。海洋中等教育学校自陣24ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10。さあまず密集点をつく形になりました。失礼しました、ターンオーバーです。ここでトラブルが発生しておりました。ターンオーバーとなっています。クォーターバックに対してエクスチェンジをする際にラインからバックスに手渡しを行う際にどうやらファンブルが発生していた模様です。なんとか海洋学園を抑えんとしましたが、これを抑えましたが神田一高従いまして、ここで攻守交代が成立し攻撃が異常、ターンオーバーにより神田一高の攻撃に変わります。さあ再び神田一高は有利な位置を得ました。相手陣26ヤードから神田一高ファーストダウン10。さあパスが通ります。さあここで判定どうか。キャッチ成立となっております。パス成功です。クォーターバックまず密集点にパスを投じました。このパスが通りまして一旦は前進する形になりましたが、ここでレシーバーがボールをファンブルしました。ファンブルしたことによってこれはどちらが抑えてもいい状況でしたが、最終的にこれは神田一高54番を抑えましてボールを確保し、結果的に攻撃権更新になっております。神田一高ファースト、厳しい状況、見事にこの状況を確保しましたのは54番オフェンスラインの武田でした。3年生見事なアジャストでした。さあこれにより有利な状況続く神田一高ファーストダウン10。さあ中央に行きます。今度はランニングバックに手を出しハンドオフしまして中央へのランプへ。ランニングバック5番、相手ディフェンスの隙間を縫うように見事に攻撃権を前進果たしまして約7ヤードゲインとしています。今度は地上戦です。キャリア5番の山内が走りました。3年生の健脚光っております。さあセカンドダウン3の状況、ボールオン相手陣8ヤードの状況です。
さあこの判定どうか。さあ審判団協議しています。インターセプトです。ターンオーバー。ここでパスによってタッチダウンになりました金田一高。しかしこの時レシーバーがこのソロボールを弾きました。浮いたボールを最終的に確保したのは海洋学園。したがってここでインターセプトとなりまして攻撃を海洋学園奪還する形に成功しました。エンドゾーン内でのインターセプトの上で海洋学園は自陣20ヤードからの攻撃を終えます。インターセプトに海洋学園この窮地を出しました。エンドゾーン内でのインターセプトでしたのでタッチバックとなり、さあ窮地出した海洋学園この勢いを取り戻すことができるか。ボールの自陣20ヤードから海洋学園ファーストダウンテン。さあここでクォーターバックターン、ナイスランファーストダウン。海洋学園ファーストダウン獲得。ここでランニングバックにハンドオフをフェイクしましてクォーターバック5番左オープンに展開。この判断構想しまして見事に攻撃権更新になっております。海洋学園ファーストダウン。まず最初の1点目見事攻撃権更新果たしたクォーターバック5番の前田、2年生のクォーターバック、まず最初の1点見事に決めました。さあこれが突破口になるでしょうか。ボールオン自陣37ヤードから海洋学園ファーストアンテン。さあ再びクォーターバックのランを展開しようとしましたが今度は神田一高が阻みます。そのクォーターバックにディフェンスラインに群がりまして2ヤードロスに変えております。関西大学第一高校ディフェンスライン50番の井がタックル2ヤードのロスを奪っています。さあ海洋学園セカンドダウン12の状況。ここでホイッスル。レフリータイムアウト。レフリータイムアウト。水分補給のタイムアウトです。水分補給。ここでウォーターブレイクが入ります。ここでフィールド上は選手の健康管理のため、レフリーによりましてウォータータイムアウトが入ります。画面上の時計は私の方が目視でその都度に対応しておりますので、若干その反応が遅れてしまい、現状、フィールド上のクロックとズレが生じておりますこと、誠に申し訳なく思います。現在は第2クォーター残り時間4分となりました。ウォーターブレイクが入っております。ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。海洋学園セカンドアウト。さあクォーターバック自ら行った。中央トップ図らんというところ、しかしこれは神田一高がディフェンス群がりまして急遽左にカットバックを切りました。前進はいたしましたが、しかしサードダウンに変わります。海洋学園はこのクォーターバック前田の総力でその打開点見出さんというところでしょうか。しかしそれは神田一高を許さず現在サードダウンの状況に追い込んでおります。海洋学園次の1点などでしょうか。サードダウン11の状況。海洋学園サードダウンファーストダウン獲得までは残り10ヤード。
ここでホイッスル。チームタイムアウトです。チームタイムアウト。海洋学園前半1回目のタイムアウト。ここで海洋学園が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まずこの状況で海洋学園は前半1回目のタイムアウトを行使しました。さあここでのタイムアウトでどのような策を講じたでしょうか。まもなくタイムアウト解けます。海洋学園サーダウンイレブン、ボールオン自陣36ヤード。タイムアウト終了。海洋学園サーダウン。パス成功。ここで一気に奥へ行きました。ワイドレシーバー10番へのロングパス。しかしこれは、神田一高10番もカバーしておりまして、このパス不成功に変えています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。海洋学園ファーストダウン獲得まで11ヤード残し、ダウンはフォースダウン。海洋学園フォースダウンイレブン、パンプフォーメーションを取ります。ここでパントにより陣地挽回を図らんとしましたところ、ここで神田一高のディフェンスが殺到しまして、パントブロック。このパントを防ぎました。結果的には陣地挽回ならず、海洋学園陣23ヤード付近でボールデッドし、この位置でテイクオーバー攻守交代になりまして、神田一高の攻撃に変わります。ユートがこれをブロック。さあこれは神田一高の90番の上木の素晴らしいパントブロックによりまして、相手陣23ヤードから神田一高ファーストアンテン。さあ中央行きました。攻撃権更新ファーストアンテン。東高校ファーストアンテン獲得。ここをまずランプレーから入りました。ランニングバック11番に反応し、11番密集点のデイライト、隙間をすり抜けるように見事に攻撃権更新を果たしました。神田一高ファーサー、鮮やかなランを決めたのは11番の向井でした。3年生です。レフリータイマー2分2ミニッツのタイムアウトにします。ここで2ミニッツオーニング入ります。前半終了2分前のタイムアウトです。今シーズンより国内のアメリカンフットボールが準拠しております。アメリカカレッジルール NCAA ルールに従来はプロでしか採用ありませんでした。前半後半残り2分でのレフリータイムアウト、2ミニッツオーニングが採用となっております。アメリカンフットボールは得点を奪い合う点取り合戦ですが、同時にそれは時間をうまく使うことを求められる、作戦を講じられる競技でもあります。この残り2分間をいかに考慮し試合を展開していくか、ここからが時間を含めました展開にも注目ください。さあ2ミニッツオーニング解けまして、神田一高の攻撃で試合再開となります。
神田一高相手陣12ヤードからのファーストダウンテン。関西大学第一高校ファーストダウンテン。そのまま行き行った、タッチダウン。関西大学第一高校。ここで神田一高は鮮やかなランプレーによって一気に一発でタッチダウンが得る形になりました。クォーターバック2番ハンドオフをフェイク、あるいはオプションでしょうか。それをフェイクにして右奥に展開し、相手ディフェンスをすり抜けるように右エンドゾーン奥走り込んでタッチダウン。ボーナス点に挑戦します。ドライブポイント、これにより6点追加になりまして、神田一高さらにトライ4ポイントに挑みます。このキック決まりまして1点追加、関西大学第一高等学校21点とスコアは変わっております。見事なランプレーでした。おそらくはフェイクと言いましたが、ハンドオフをオプションにした選択プレーです。ランニングバックに渡さず、ここはクォーターバック自ら持ちました。この判断が決まりまして、右オープン駆け抜け、そのままエンドゾーンに入り込んでタッチダウン決まっております。鮮やかな判断しましたのはクォーターバック2番の三品でした。3年生です。さあ、タッチダウン重ねました神田一高のキックオフで試合再開となります。さあ、リターンに入る海洋学園、左側に展開を図りまして、自陣25ヤード付近確保し、この位置からの海洋学園の攻撃となります。80番坂本龍馬がキックオフ、これを海洋中等教育学校リターナー5番前田浩太が約15ヤードを打った。海洋学園自陣25ヤードからのファーストダウンテン。自陣25ヤードから4回の攻撃を開始します。ファーストダウンテン。さあ、ここでロンリーセンターを切ってきた、右にパワープレー、さあどう来るか。その1枚のロンリーセンターのところにクォーターバック自ら突入、相手ディフェンスがいない隙間をつくような形で2ヤードから3ヤードのゲインに確保を変えております。さあ、ここで策を講じてきた海洋学園です。同じ東海地区にあります南山高校もこのロンリーセンターを得意としておりますが、この海洋学園もその影響あってか、ここでロンリーセンターをキックしてまいりました。海洋学園セカンドダウン7、今度はノーマルのフォーメーションで挑む模様です。海洋中等教育学校セカンドダウン8、パス不成功。今度は左に展開していたワイドレシーバー 10番にパスを投じまして、そこからランアフターキャッチを狙うというところでしたが、しかしディフェンス相手の動きに応じましてこのパスを阻止し、不成功に変えサードに変えます。海洋保険サードダウン、ナイスタックル。ここで海洋学園は波バック24番にハンドオフし、左オープン展開を図りました。しかしこれを見計らってか、神田一高21番が素晴らしいチャージをかけまして、このランを阻止してフォースダウンに変えます。関西大学第一高校ここで神田一高が前半1回目のタイムアウトを取りました。関西電力第一高校前半1回目のタイムアウトです。
先ほどのプレーで神田一高の21番のレミズが素晴らしいタックルを決めたことにより再び攻撃権を得る機会を確保するためここで時間を確保するタイムアウトを守備で取りました。守備で圧倒しました神田一高、この残り時間少ない状況をしかし攻撃のチャンスと見ましてここでタイムアウトを行使したこと、これが果たして吉と出るでしょうか京都出るでしょうか。試合再開となります。海洋学園フォースダウンイレブン、パントフォーメーションを取ります。このパントは、神田一高陣46ヤード付近まで飛びましてこの位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー、神田一高に攻撃権移ります。前半終了まで残り19秒、攻撃権は関西大学大さあ攻撃を結果的に取り返し残り19秒という状況ですが攻撃を得ました神田一高、この時間も使いまして得点をさらに狙わんとするでしょうか。神田一高ファーストアンテ、パスを打った、ここを一発で決めた神田一高、中央に固めた選手一気に散らしまして奥に走り込んだワイドレシーバー7番にロングパス、このボールは伸び上がるようにキャッチしましてそのまま一気にそのままエンドゾーンかけるでキャッチャー、鮮やかなパスによりまして神田一高6点追加なっております。そしてトライ4ポイントに入ります。キック決まりましたがここでイエローフラッグ、反則が発生しております。さあこれは果たしてどちらのチームだったでしょうか。先ほどのプレーでディフェンスでした海洋学園の方にパーソナルファール、非常に危険な反則がありました、キックそのものは有効という形になりまして神田一高が1点追加となり28点となっています。この反則は先ほどのキックオフ、次のキックオフのシーンで施行される形になります。しかし鮮やかなロングパスでした、一見そこでプレーを終わせんというところ、しかしクォーターバック下がりましてその奥走り込んだワイドレシーバーの7番にパス、これを7番見事にキャッチしそのまま一気に快速飛ばしてエンドゾーン駆け抜けてタッチダウンなしております。さあ先ほどのそのトライ4ポイントのシーンで海洋学園に反則ありまして15ヤード神田一高は進んだ位置ハーフウェイからのキックオフとなります。
さあ海洋学園リターンに入る。殺到する中なんとか陣地挽回図らんというところ、しかし最終的には仕留められました。前半終了です。ここで前半の時間がなくなりました。第55回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会前半戦終了となりまして、関西大学第一高等学校カイザーズが28点、海洋学園中等教育学校ブーストームが0点という形で、現在スコア28対0という状況で前半戦終了となっております。双方とも素晴らしい戦いを演じております。その中で神田一高がやはり関西大会常連校としての離れた経験でしょうか、徐々に立ち上を重ねまして現在試合の主導権を握りつつあります。さあこれより双方作戦タイムとなりますハーフタイムに入ります。共に前半戦の状況を見直し、そして後半戦の対策をこれより講じます。その策で後半戦の突破口を生み出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムのインターバルをこの配信の休憩の幕開とさせていただきます。後半戦再開近くなりましたら再び音声入れさせていただきます。それまでの間X2、X3 によりまして作成されましたアメリカンフットボールおよび X リーグをご紹介する動画がありますので、こちらの方をご覧いただきたいと思います。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋博一は大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島かな子は子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。楕円形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー、交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード、横53ヤード。得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点。エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点。タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点。タッチダウンで2点。エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。X2 リーグでは 4×12 分の試合時間。試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、 X3 リーグにご注目ください。さあ審判団がまもなく戻ってまいります。これより後半戦再開の時が近づいております。前半を終えまして、関西大学第一高等学校が4つのタッチダウンを重ね、現在試合の主導権を握りつつあるといった状況になっております。しかし海洋中等教育学校、海洋学院の方も、その前半戦終了間際、非常に好調な攻撃を展開するシーンも幾多に見られました。
ディフェンス陣も奮闘していまして、その神田一高の攻撃を断ち切るインターセプトも披露しております。突破口を見出すきっかけを現在模索する海洋学園、このハーフタイムの中でその策を見出すことができたでしょうか。その点においても後半戦非常に注目といった形になってまいっております。飛ばします海洋、神田一高がこの一気に試合を押し切るかもしれませんが、しかし、やはり東海地区で、揉まれております海洋学園もその後半戦の戦いぶり注目という感じに私は見ております。さあ、まもなく両チームがフィールドの中に戻りまして、試合開始の体制を整える形になるでしょう。その状況を最初に打開点となる得点を挙げるのはどちらのチームか注目といったところになります。第55回全国高等学校、さあ両チーム選手が冬の中に戻ってまいりました。これより後半戦再開となります。後半戦は海洋学園のキックオフによって試合再開という形になります。キックオフしますは海洋学園10番の野口が務めます。1年生がキックオフいたします。神田一高はリターナーとして5番と10番を配置する模様です。5番は山内3年生、10番は稲本2年生です。しかしこれは神田一高を抑えました。ここでしかしイエローフラグが投じられております。反則があった模様です。反則が発生しています。さあ、どちらの反則だったでしょうか。キックオフの際にキッキングチームだった海洋学園に反則がありました。イリガルフォーメーションです。キックオフの際には人数に左右の割り振りに条件があります。必ず片側の方に4人以上いなければいけません。キッカーを含めますと5人確保しなければいけないという状況ですが、先ほど塊になってオンサイドをする際にその人数比が確保できていない状況と判断されました。結果的にこれは、不正なキックという形になりまして、この反則を関西大学第一高等学校はボールがプレーが終わった時点より5ヤード前進した格好で施行いたします。従いまして神田一高自陣43ヤードからのファーストアウト。さあ、まず第4プレーを入れた中央へのランプレー、このラン見事決まりまして攻撃権更新です。神田一高ファースト、まずその最初のプレーは最もシンプルかつ最もスピーディーな第4プレーを展開しました。託されましたフルバック21番密集点一気に突きまして攻撃権更新です。神田一高ファースト、まず最初のワンプレー攻撃権更新なしたは21番のデリズでした。2年生です。さあ、相手陣48ヤードからの神田一高ファーストアンテ、ここでトラブル発生です。スナップ受けたクォーターバックボールをジャックしました。統一仕掛けましたが、なんとか抑えまして、セカンドダウンに変えます。しかし倒れた地点まで下がるので結果的に10ヤード近いロスになっています。11ヤードから12ヤードほどのロス。神田一高セカンドダウン21、
った。パスの見せかけ、パスのシチュエーションでしたが、しかしここはランでいきました。2番、3番、ハンドオフから中央一気に突破。相手のディフェンスの裏をついたかのように一気に前進しまして、スターダウンに変えます。攻撃権更新距離8ヤードに変わりました。鮮やかなランを披露したのは神田一高の3番の藤村でした。2年生です。さあ神田一高サーダン8、キューリーサイクです。ここで海洋学園が素晴らしいプレーを見せました。キューリーサイクォーターバック下がりまして、この距離突破をパスで行うとしましたが、そこに海洋クイーン、海洋学園のディフェンス殺到しまして、キューリーサイクパスを投じるに一目前に一目フォースダウンに変えます。神田一高フォースダウンドームの状況、バントフォーメーションを取ります。このパントは海洋学園陣26ヤード付近でとどまりまして、この姿勢テイクオーバー、攻守変わりまして海洋学園の攻撃に変わります。さあまず最初の神田一高の攻撃は海洋学園見事に防ぎまして、海洋学園攻撃を得る形になります。海洋学園最初の攻撃後半のシリーズとなります。ボールオンは自陣26ヤードからの海洋学園のファーストダウン10。さあロンリーセッターを切ってきた、右に選手を固めるフォーメーション、右パワーのロンリー、しかしここでプレーが乱れた。スナップが大きくそれかけ、クォーターバックなんとか飛びつき、それを防ぎましたが、しかしタイミングずれたことによりましてディフェンスが殺到、大きなロスに変わりましてセカンドダウンに変わります。ありがとうございましたが、関西大学第一高校、海洋学園セカンドダウン19、しかしロンリーセンター続けます。さあ次のプレーはどうするか。パス成功、これも大きくスナップそれました。クォーターバックなんとか確保しましたが、あわやセーフティー、自殺点となるところ、しかしなんとかパスを投げ捨てる格好になり、サードダウンに持ち込みます。パスを投げましたが不成功。ロンリーセンターはそのマンパワーが極端に変わることによって相手の混乱を招きやすいフォーメーションですが、同時にセンターはむき出しの状態になります。非常にプレッシャーかかる状況、センターには技量とそしてパワーが求められる、そのフォーメーションでもあります。さあさらにしかしロンリーセンター行きます。今度はどうするか。サーダンドン、インターセプト、ターンオーバー。ここでプレー崩れながら、しかしクォーターバックパスを投じました。しかしそのパス不成功かと思いきや、これを神田一高見事にすくい上げまして、インターセプト、パスをダッシュする形になりまして攻守交代です。ターンオーバー。これによって攻撃権変わりまして神田一高に攻撃権移ります。神田一高相手陣25ヤードからのファーストアンテン。さあまずランプレーから入ります。中央にランニングバック飛び越しまして、密集点を5番が突破し攻撃権更新となっています。神田一高ファースター見事攻撃権更新をまず1点目に決めましたのは5番の山内でした。3年生。神田一高相手陣15ヤードからのファーストダウン10。
不成功です。パス不成功となっています。ここでエンドゾーンに走り込んだ3番にパスを投じましたが、これは海洋学園がパスをカットしまして不成功と変えています。ここでウォーターブレイクが入ります。海洋学園後半戦、その突破口をロンリーセンターによって見出そうとしましたが、これは結果的にはプレッシャーからかプレーが乱れまして、非常に厳しい状況を相手で相手にボールを譲渡する格好になっております。なんとか守備でその突破口を見出さんと現在奮闘しておりますが、それを神田一高は振り切り、また再び得点を加点する形になるでしょうか。ウォーターブレイクを解けまして試合再開です。神田一高相手陣15ヤードからのファーストダウン10。セカンドダウン10です。さあここでクォーターバックミスから行ったパスのため下がり、その意表をつく形で QB ドローによりその走力を突破を図らんというところ、しかしこれは神田海洋学園対応しまして、このランによるゲインは1ヤードにとどめております。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。関西大学第一高校サードダウン、ファーストダウン獲得まで関西大学高校サーダウン内左方向ついた。関西大学第一高校ランニングバック5番ハンノフから左方向の展開、その走力で攻撃権更新を図りましたが、しかしこれを海洋学院阻止、海洋学園阻止しましてフォースダウンに変えます。ここは神田一高のキャリア5番山内の走力に頼りましたが、しかしフォースダウンに状況を変わっております。神田一高フォースダウン4、ここでどのようなプレーを行使するでしょうか。さあプレーします。フォースダウンギャンブル、タッチダウンであります。さあクォーターバックがいった、エンドゾーンは届かず、しかしギャンブル成功、攻撃権更新ファースト。ここで神田一高はクォーターバック1番のランにそのチャンス、機会を託しました。ハンドオフから1番右オフタックル付近突入しまして見事貢献更新です。神田一高オフパスター、ファーストダウンゴールトゥーゴー。さあ神田一高これによりまして相手陣5ヤードからのファーストダウントゥーゴー、残り4回でこの5ヤード突破を図ります。さあランニング枠にトスし右オープンにつきました。キャリア5番そこから縦に上がらんとしましたが、しかしここはディフェンスがカバーよく結果的にゲインなくセカンドダウンに変わります。ここはまず海洋学院が素晴らしいディフェンスを披露しました。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。
さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。関西大学第一高校セカンドアウトゥーゴール達成功タッチダウン。ここで関大地高パスプレーに出ました。中央を切れ込んだワイドレシーバー3番にパス、このパスを3番ディフェンス振り切れまして見事にそのままエンドゾーンにキャッチしてタッチダウン。関大地高鮮やかなパス攻撃によりタッチダウンを上げまして6点追加となっております。6点追加、これよりトライフォーポイント。決まりまして1点追加、関西大学第一高等学校35点、海洋学園中等教育学校0点とスコア変わっております。非常に鮮やかにデザインされましたプレー見事決まりました。見事タッチダウンパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー3番の藤林でした。2年生が鮮やかなタッチダウンパスを決めた形にキャッチを決めた形になっております。現在審判団協議に入っております。ここより、ルール変更が入ります。残り時間3、得点差が35点以上つきましたことによって、試合の時計の進行が変更となります。ここからはランタイム、いわゆるパスの不成功とサイドライン出るなど関係なく、時計はそのまま回し続ける形で試合を進行いたします。ご了承願います。これは両チーム合意の上の措置です。さあ試合は、これより、関大地高のキックオフで再開する形になります。エンドゾーンにまで入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合は離団チーム自陣25ヤード下の攻撃という形に変わります。さあ結果的には自陣25ヤード下の攻撃を得ます、海洋学園。さあこのチャンス生かせるでしょうか。ランタイムのため時計掲示はスタートしております。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終わりまして関西大学第一高等学校35点、海洋学園中等教育学校0点という形でこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。
これより双方向きを変えまして第4クォーターに入ります。海洋学園自陣25ヤードからのファーストダウン10。海洋学園ファーストダウン10。さあまずクォーターバックのランプレー、オプションプレーからクォーターバックキープし中央切り上がらんというところ、しかしこれは、関西第一高等学校56番対応しましてこのラン阻止しています。56番は門田3年生です。海洋学園セカンドダウン10。パス不成功。ここでプレーアクションから奥に走り込む7番にロングパスを投じましたが、しかしこれは神田一高32番カバーしておりましてパス不成功としております。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。見事なカバーをしておりましたが神田一高32番の、吉田でした。海洋学園サードダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでランプレーが出ました。ランニバック24番トスを受けまして右オープンに展開、これによって大きなゲインを生みましたが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。さあこれは果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則がありました視点から10ヤード下がりましてサードダウンやり直しという形になります。従いまして海洋学園サードダウン13の状況で試合再開です。ここでホイッスル。ここで海洋学園が後半1回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトと解まして試合再開となります。海洋学園サードダウン13、ボールオン自陣22ヤード。さあ左方向へランプレーを展開しました。先ほどと同じくその走路を左方向に取りました。キャリア24番の総力にかけましたが、しかし攻撃権更新になっておりません。コースダウンに変わります。キャリア24番は鈴木でした。2年生です。さあこれ以上にフォースダウン12の状況に変わります。海洋学園ファントフォーメーションを取りました。
ここでスペシャルプレーを敢行しました。パントフォーメーションからパンターがそのキープしフェイクランを展開し攻撃権更新を図りましたが、しかしここでプレッシャーからボールをファンブル。なんとか完封先行しましたが、結果的にそこでプレーが終了する形になりまして、攻撃権は変わり神田一高に攻撃権を移ります。攻守変わりまして神田一高の相手陣16ヤードからの攻撃に変わります。90番ユートが抑え、その時点で攻守交代です。現在試合は両チーム合意の上でランタイムで進行しております。攻撃は関西大学第一高校、敵陣15ヤード付近より神田一高相手陣16ヤードからファーストダウン1点。さあまずフルバックの大プレーを入れた中央密集点の突破をまず1点目に加えてキャリア21番にボールを託しましたが、しかしこれは海洋学園もディフェンス対応しましてゲインはほとんどなく1ヤードに留めてセカンダーを変えます。キャリア21番はデニズでした。神田一高セカンダーオンライン。さあここでトラブルが発生しました。スナップ見られましてランニングバック5番、おそらくは直接ボールを持つ、受け取る格好でしたがタイミングずれた格好でプレーが乱れました。結果2ヤードロスに変わりましてスターダウンに変わります。神田一高スターダウン11。ファーストダウン。失礼しました。ここでイエローフラッグが投じられております。反則発生です。さあこれは果たしてどちらのチームでしょう。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりはしてはいけません。結果的に10ヤード下がりましてサードダウンやり直しとなります。神田一高サードダウンドン。さあここでクォーターバック1番が自ら来ました。長い距離をしかし総力で突破せんと1番中央に果敢に飛び込みまして前進しましたが、しかしフォースダウンに変わります。しかし見事な足を披露したのは、1番のオーワンでした。2年生のクォーターバックです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。後半残り2分のレフェリータイムアウトです。さあこの一戦を残り2分という形の攻防戦に移ってまいります。本来ならば時間を駆使、時間そして時計の操作を含めました駆け引きになりますが、この試合は途中現在両チーム合意の上でランタイムに入っております。この残り2分間でどのような攻防になるかぜひご注目ください。
さあ、ツーミッツ解けまして試合再開。神田地高フォースダウン処分プレーします。タッチダウン狙うフォースダウンギャンブル。インターセプト、ターンオーバー。ここでタッチダウン狙うパスを投じました神田紀藤。しかしそのパスを取ったのは海洋学園。インターセプトにより攻撃を奪取しまして、この攻撃を断ち切りました。攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は海洋学園に変わります。見事なインターセプトでこの攻撃断ち切りました。それを果たしましたのは5番の前田でした。ここで海洋学園は後半2回目のタイムアウトを使いました。さあ、試合時間残りに1分22秒で海洋学園現在攻撃権を得ております。ボールオン自陣20ヤードから海洋学園ファーストダウン10。不成功です。プレーアクションからクォーターバックワイドレシーバー5番にロングパスを投じましたが、しかしわずかにパスがショートしましてパス不成功になっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。海洋学園セカンドダウン10。クォーターバック5番、右にロールアウトし、そこからキープ。ここで海洋学園は最後のタイムアウトを行しました。さあ、残り37秒、どのようなプレーを行使するでしょう。海洋学園サーランスイー。海洋学園サーラン。パス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。反則が発生です。さあ、これは果たしてどちらの反則でしょう。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。この反則は重要な反則として扱われます。15ヤードペナルティー、従いましてオフェンス15ヤード前進し攻撃権更新です。海洋学園ファースター。海洋学園15ヤード前進し自動的に。さあ、したがって攻撃権を継続していますが、残り時間28秒ランタイム。42ヤードから新たにファーストダウン10の攻撃。
パス不成功。ここで再びロングパス、奥に走り込んだレシーバーに通りましたが、わずかにオーバースロー、パス不成功です。そしてランタイムのため時計は回り続けております。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして、関西大学第一高等学校カイザーズ35点、海洋学園中等教育学校ブルーストームズ0点という形で、関西大学第一高等学校勝利となりました。2回戦進出となっております。双方とも見応えある戦いを披露しました。ナイスゲームでした。海洋学園苦しい状況ながら、この試合は結果的にタッチダウン奪う形に得られず試合終了という形になります。しかし可平ながら素晴らしい戦いを披露しました。素晴らしい戦いぶりを昨日ありがとうございました。ナイスファイトでした。そして神田一高全施設がその実情決定戦という非常に過密な日程を乗り越えまして見事勝利し2回戦進出を果たしました。やはり、激戦区大阪を戦い抜いた強豪の一角、素晴らしい戦いを披露しまして、その駒を進める形になりました。素晴らしい勝利でした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の舞台としてこの競技を選んだものでした。導いたのはズドンだが優しい心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆる特装ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーを持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されたものだったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。
皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は関西高校アメリカンフットボール協会およびその、機会をいただいた私のまな弟子月曜日からアメフトパーニーの、援助ありまして実現いたしました。関係者の方々皆様ご協力ありがとうございました。その配信本日実施いたしましたのは私道楽屋でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。